レッドキャットウィーズルの特徴はその名の通り赤みを帯びる株姿です。日光にしっかりと当てたり、気温が下がってくると葉が紅葉します。室内など落ち着いた環境で育てているとこの株のようにあまり変化はしません。またチタノタの中でも特に荒々しいトゲをつけるのも特徴です。新しいトゲの色は黄色から茶色に、そして白色に変化していきます。レッドキャットウィーズルの魅力はやはり赤く染まる葉といかついトゲです。赤みがかった葉と白い挙手のコントラストはかなりかっこいいです。また小株の頃から荒々しいトゲをつけるので、小さい株の頃から育てても楽しめると思います。また個人的な感覚になりますが、結構成長が早いので、どんどん大きく成長させたいという方にもおすすめです。気になる方はぜひチェックしてみてください。